アーサー・フィッシャー・ベントリーは、アメリカ合衆国の政治学者、哲学者で、認識論、論理学、言語学の分野の著作を残し、政治学における、行動主義的方法論の発展に貢献した。イリノイ州フリーポートに生まれ、少年期に家族と共に、ネブラスカ州へ転居し、オマハを経て、グランドアイランドで育った。1885年にヨークカレッジに進み、 翌1886年には、デンバー大学に転じたが、健康を害して退学し、帰郷し、しばらく父が勤めていた銀行で働いた。その後、1890年に、ジョンズ・ホップキンズ大学に進み、1892年に BA、1895年に PHD を取得した。この間、年から年にかけて、 ドイツに留学し、ゲオルグ・ジンメルや、ルドルフ・フォン・イエーリング、カール・メンガー、グスタフ・シュモーラー、ビルヘルム・デュルタイの影響を受けた。帰国直後には、シカゴ大学で社会学を講じ、ジョン・デューイと交流したが、その後は、ジャーナリストとして活動した。シカゴ・タイムズイコール・ヘラルドでは、報道記者や編集記者を経験した。1910年に、インディアナ州、 パオリに移住し、以降、修正そこに居住した。パオリでは、果樹園を営んで生計を立てていた。1941年から1942年にかけては、コロンビア大学で哲学客員教授となった。1954年には、アメリカ人道主義協会による第2回、ヒューマニスト・オブ・ザ・イヤーを受賞した。ベントリーは、集団間の相互作用が、 政治生活の基盤にあるとし、生態的抽象化を廃した。彼によれば、法制度や行政や司法判断を左右するのは集団の活動であった。このような過程を重視する行動主義の思想は、後に政治学の中心を占めるようになった。社会運動は集団の相互作用からもたらされるという彼の心情は、現代のポピュリズムや利益集団アプローチの 基本的な特徴となっている。1908年に刊行された彼の著作、統治家庭論は、1930年代から1950年代にかけて大きな影響力を持った。また、当初からというわけではなかったが、社会学における、シカゴ学派など、政治分野において客観的で、価値自由な分析に取り組んでいた、他の研究者集団にも影響は及んだ。 1941年に、フィロソフィー・オブ・サイエンス誌の8号に掲載された、論文、ザ・ヒューマン・スキン・フィロソフィー・エス・ラスト・ライン・オブ・ディフェンスは、ブロック大学の、ミード・プロジェクトのサイトで閲覧できる。1949年には、ジョン・デューイとの協調により、認識論についての論文集、ノーイングザ・ノ w ンを刊行した。ありがとうございます。